はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はウクレレソロですね、インストメロディーを弾くときに、スムーズに弾けるようになるための練習方法についてのお話をさせていただきたいと思います。実はですね、この動画の次の動画今もう準備してるんですけども、斉藤和義さんの歌うたいのバラード、これをですねインストバージョンでお送りしようと思ってるんですけども、それを練習していただくときに右手と左手がシンクロして綺麗に押さえられないと、こういうインストもの、まあ、この曲に限らずですけども、きっちり弾くことはできないんですね。どんな感じかというと、まあ、そんな感じで続いていくんですけども、これをしっくりと弾くためには右手と左手がやはり押さえると同時に弾く、こういう感じでやっていただかないと、微妙に押さえる前に弾いたりすると音がこう途切れたりとかですね、そういうことにもつながりますので、こういうインストもの、ウクレレソロを弾くときに特にですね、重視して練習していただきたいんですね。まあ、ウォーミングアップです。はい、こういう感じで、はい、順番にですね、1弦からでいいですよ。1弦1フレット人差し指、1弦2フレット中指、薬指、小指という感じで押さえます。はい、で次は1個小指までいったら1個ずつずらす、4567567867789という感じで指が上がっていって、人差し指が8フレットまでいったら今度小指から1個ずつ戻っていきます。こんなに早くやらなくていいですよ。今見ていただくのに早く弾いてるだけであって、もっとゆっくりでいいです。確実にこれで右と左を合わせるようにしてください。音切れてないですよね。今こういう感じで切れないように弾く。はい、次2弦に行きましょう。これずれるとずれていく見本をしようと思ったんですけど難しいですね。はい、これをシンクロさせてやってください。親指と人差し指で弾いてる方は親指人差し指でこう交互に弾いていただいてもいいです。中指まで使ってる方は親指人差し指中指、親指人差し指中指、人差し指中指、親指人差し指中指、親指という感じで順番にやっていただくといいと思います。それでまた逆に戻っていく感じですね。はい、こういう練習をですね、1日ちょっとでもいいですからウォーミングアップで取り入れてやっていただくと、1ヶ月もしないうちに随分変わってくると思います。はい、ちょっと信じられないなと思っても試しに騙されたと思ってやってみてください。そうすると、指がすごくスムーズに動くようになります。はい、やらなければ今までの状態がずっと続いていくと、まあいずれ上手くなると思いますけども、今までの状態を続けていっても上手くなるとは思うんですけども、その近道にこういう練習をやっていただくといいと思います。それで親指の移動ですね、こうやって1個ずつ移動していくタイミングなんですけども、親指上に出しましょうか。本当はこの裏側ぐらいを押さえてるんですね。で小指と薬指でウクレレを支えてこうですね、小指まで行ったら人差し指次のフレットに行くときに一緒に親指を連れてきます。こうやってこうですね、親指一緒にで動かすときにちょっと親指を離してスッとすぐ次に行く、こういう感じですね。
ていう感じで、裏側あたりを持って人差し指と一緒にこう動いていってます。人差し指が次の今まで中指が担当してた、これでいうと 1,2,3,4 で2フレット中指担当してますよね。この中指を担当したところに人差し指がこう移動するわけじゃないですか。次移動するときに親指も一緒に連れていくという風な感じで動かしていただくといいと思います。逆の場合戻る時もそうです。人差し指いったら今度、小指がこうなると思うんですけど、小指が1個ずれると思うんですけど、ずれた時に親指も一緒に戻す。この時人差し指についていくんじゃなくて小指ですね。こうですね、小指と一緒に動いてますよね。で移動させるときは強い力で握ってると移動できませんので、優しい力で当てて、このここに当てがってるぐらいのイメージにしてください。ぐっと親指力入れて押さえ込んでるわけでもありません。でウクレレ、いろんな講座でもお話ししてるんですけど、強い力で押さえるのではなく優しい力で押さえますので、結果的に押さえる方も親指でこうアシストする方も優しい力です。はい、強い力で押さえますとウクレレは音程がシャープしたりしてきっちりと綺麗な音にならないです。ですのでできるだけ力を抜く、かなり抜いた状態で弾いていただくと、そうするとすごく優しい感じで音が出ますね。でこうしなやかに動かすためにはやはりこういう練習ですね。もっとゆっくりでいいですよ。こういうのはあのテレビ見ながらでもいいです。はい、でも音が切れないように弾くということだけは確実に守っていただければ、だんだんと手の力が抜けて、そうするとあのウクレレのソロだけじゃなくてメロディ弾きの時にも、有効になってきますので試してみてください。はい、 BJ のウクレレ講座、今回は歌うたいのバラッドが、次回の講座で入るということで、その前に指のウォーミングアップですね、右手と左手をシンクロさせるウォーミングアップの練習、ウォーミングアップにもなるし、シンクロさせる練習にもなるし、これ一石二鳥ですからね。はい、皆さん楽しんでください。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今は瞬きも「いつもいつまででも」